こんにちは。速解塾のここです、えー。週刊中年ジャンプのストーンさん。今回の動画は、いや、ストーンさん。なんかオリジナリティある切り口で、世界の勢力図っていうのを表してくれましたよね。非常に私もね、これ新しい切り口だなと。よく調べたなと思いまして、感心したものですよね。いや、確かに、鉄の生産量、速攻生産量ですか。これの伸びに従って、その国は発展して、そして、 発展が行き切ったところで横ばいになる。それ以上即興生産量は伸びないわけですよね。でも現実に日本は世界中から鉄鉱石を輸入して世界中に加工製品を販売したことによる大きな利益対輸出利益ってもので成長してきました。もちろん内需もあったわけですけどね。まあ、そう考えた時に今世界を支配しようとしている中国のこの経済圏っていうのは。 とてつもない素行生産量を持ってるんですね。いや、この数字は私初めて見ましてね、ゾッとするものがありました。これはね、ミサイルでも、鉄砲でも、軍艦でも、作れちゃいますよね。でも今必要なのは、そういった軍事資源ではなくて、実は、情報なんですよね。情報をいかに世界中から集めてくるか、そして情報をいかに身内に早く伝えるか。この情報のスピードが、おそらく世界をね、支配する、 まあ源になななるんではないかなとそんな時代になるんじゃないかなと思ったところでシリコンですかレアメタルですかこういった資源の獲得に関して世界の勢力図が描けるというのは、まあ、なかなかのねストーンさんのデザイン能力だと思いますねこれはいや。この独特な視点ってのはきっと、うん、オンリーワンになるんじゃないですかね。 いやすごいですね、今回の動画、うん。本当に感心しました。前回に引き続いて、この角度からね、世界を見ていく。これはストーンさんしかできないことじゃないかなと思います。え、もちろんね、エンターテインメントってもう、その割合っていうのがないんで、これ非常に真面目にね、勉強したい方にとっては、重要な資料になりますけども、面白おかしく、自堕落にですね、ある意味自堕落に過ごしたい方にとってみたら、なんか堅苦しい情報だな、っていう風になってくると思います。まあでもね、 私なんてこの情報大好きですね。こういった切り口ってのは、まさにディープステーツの匂いも感じるわけですけども <laughs>、まあでもそれは奥としてですね、うん、この切り口で編集続けていただければ、これはワン,アンドオンリー、ストーンさんだけの世界が作れるんじゃないかなと思います、うん。非常に力のこもった動画でございました。堪能しました。ありがとうございます。それでは次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。